はい、短期決戦です。ドル円は狭いところで動いています。海外市場はほぼ変わらずだったのですが、日経平均株価は下げて始まりました。81円安です。80銭はまだ高い位置にいると思います。また100円割れを試すと思います。ショートしていればいいと思いましたが、そうは簡単ではないようです。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。